皆さんこんにちは、金子秀樹です。坂井亮太です。金子コーチ、はい、フォアハンド逆クロス、うん、試合の中でももう回り込んでこう逆クロスで攻めていくっていう場面があると思うんですけれども、逆クロスってネットより高い時とかもう決めたいっていう時と、はい、あとはこうボールが低い時があるじゃないですか、うん、で実際にまあ両方とも同じようにトップスピンをかけてしまって、うん、なかなか決まらないっていうケースもあったり、はい、逆に低いのにちょっとこうフラットっぽく打ってしまってミスをしてしまうなんていうのがあると思うんですけども、はい、ここなんかこう明確に逆クロスをなんか分けてみてはどうかなと思うんですけど、うん、いい視点だと思うよ。まあトッププレイヤー、はい、試合で勝つ選手はやはり高いボールは見逃さない。そこで、ウィナーにはないにせよ攻撃の起点を作る、うん、最低限攻撃の起点を作ってで試合を展開していくのがそのもう高いボール、体重の乗らないボールが来た、はい、うん、でしたらすかさず見逃さないよね、うん、でそうやってあ少しでも甘いボール打ったら、打たれる、選択されると思うとさらにねこうミスする可能性が上がってしまう、対戦相手からしたらね、はい、うん、なのでまずは展開をしていくことで必要だし、相手に考えさせるという意味でもやはりその2つの使い方は持っておいた方がいいと思います、うん、はい、そういったなんか明確な分け方を持っていくことで、はい、やっぱりもうミスも減るでしょうし、うん、で自分が狙いを定める、どれに対して狙いを定めるのかっていうのも分かれてくるでしょうし、はい、うん、そのあたりをちょっと、まあ、何で明確にこう分けていくのか、どういうボールの時にはどれを選ぶのかとか、はい、あとはどんな意味があるのか、どんな使い方をしてそのショットを打っていくのかっていうのを今日はお願いいたします。 OK、うん、です。では行きましょう。 OK です。まあ、逆クロスにおいての2つのボールの選択の仕方だよね、はい、まず巻いてくるか刺すかの違いを作る。で巻いてくるっていうのは、まあ、トップスピンだよね。はい、トップスピンか刺すっていうのはラットにしちゃうか、ラットショットにしちゃうか、はいはい、この2つの分け方だと思います、うん、はい、特に、まあ、皆さんベースはこう巻いてくる球だよね。 もしくは縦回転のトップスピンに、はい、近いこうボールが、まあ、ベースだと思うんだけど、高いだったりもしくはチャンスボールが来たらフラットで打つなんていう考え方じゃないかな、うんうん、でもう少し攻撃力ある選手はここで高い球が来たらこう打ちに行くっていうという考え方だと思います、はい、で僕はこの打ちに行くっていう考え方はなくしたい。同じテンションで行きたい。なるほど。同じテンションで、だから、まあ、ウィンドミルじゃなくてもいいです。巻いてくる球、刺さる球、はい、まずこの分け方だよね、うん、で坂井コーチの言うじゃあどこでこうそれを打ち分けるかだよね、はい、うん、まあ、大体どこら辺だろう。ボールが高いか高くないかで分けないといけないと思うんですよね、うん、やっぱりネットの高さもありますし、はい、うん、なので、で大体ここら辺だよね、打つのって言ったら、ね、そうですね、別にチャンスボールじゃないよ、ね、チャンスボールじゃなくて、はい、うん、この辺りでじゃあ打つって言った時に腰よりもまあ高ければ、うん、こう刺さるボール打ちやすいんじゃないかなと思います、うん、それでいいと思います、はい、逆に腰よりも低かったらトップスピン系のちょっと巻くボールを選択した方が確率的にはやっぱり高くなると思うので、うん、そうだね、はい、でだからそうしましょう、うん、はい、腰よりも上は刺す球で腰よりも低い球は巻いてくる球にすると、うんうん、で刺す球を選択するときに行き過ぎないと、向かいに行き過ぎないで同じテンション、はい、でこういうイメージを持ってもらえればいいと思います。球種の違いを触らせる、これが重要です、この場合、はい、うん、だ同じ回転のボールだと、まあ、相手も慣れてしまうから何も変化ないから同じ打ち方、まあ、バック逆クロスなんで相手バックだよね、うん、なので、まあ、バック、はい、また来ました、はい、また来ました、はい、また来ましたっていう何の変化もない。だけどここで刺さるボールを入れとくことによって、はい、トップスピン来ました、はい、またトップスピン来ました。で刺さるボールを選択します。でこっちはまだ体力あるときはあれちょっとこう高い打点で来たなって思って、おお滑ってきたってなるよね。うん。でこれが 何度も繰り返すことによって対戦相手がこの疲労がこう溜まってくると、で集中力が落ちてきた時に同じ打ち方をしてしまってミスを誘えることになる、うん、はい、もしくはそれが分からない対戦相手の場合はあれなんか
刺さるボールの時も同じトップスピンの打ち方をするんで、うん、あれクロスいかねえな、あれボール短くなってしまうなっていうような、うん、こう思いになってしまう、うん、なんか調子悪いな、調子悪いなって、うん、で打ってる方はあまた短い球来た、はい攻めます、アプローチします、はいどれで打たれてる、あなんか攻められるな、もっと打っちゃえもっと打っちゃえ、でこれでもミスを誘えるような、はい、うん、なので大切なのは触らせることです。なるほど、うん、はい、うん、スピードを上げてじゃなくてもうエースを奪えじゃない、うん、これはでもすごいこうなんだろうな、重要な要素であり、やはり試合になると止められないパーツでもある。だどれだけ練習でこの準備をしとくかっていうのはすごい、やっぱね、もう試合になるとポイント欲しいし、はい、もう打っちゃえってなるか、もう試合になるとポイント失えないし、あれもう打てないってなるか、うんうん、でそうならないために同じテンション、はいスピンスピン、はい刺さる、はいスピンスピン、はい刺さるっていう風に、うんうん、というイメージを持ってください、はい、うん、ではちょっと具体的な打ち方違いをちょっとこう、はいはい、打ち方としては、まあ、低いボールなのでインからアウトに出しやすいよね、はい、このベーシックスイングでもいいし、低い球なんでウィンドミルでも構わないです。で少しでも腰よりも上、まあ、肩よりも下ぐらいかなに来たら、まあ、もうネットより高い部分があるので、もう同じボールと同じ高さで入っちゃう。ここはだから下から入る、もしくはインからアウトに入る、インからアウトに入る、刺さるボールの時は同じ高さでアウトからインに入る、アウトからボールと同じ高さで入る。で最初慣れない方は少しもうスライス気味に打っちゃう。スライス気味にちょっとフェースを開いて、ちょっとフェースを開いて、はい、うん、立てることがすごい重要なんで、さあトップスピンを抑えたいんでね、うんうん、その打ち分け方だと思います。うん、アウトからインっていうのはボールよりもちょっと外側からこう入っていくっていう感じ、ね、そういうことです、はいはい、だからアウトからインに入るっていうことは、まあ、スピンはかからないよね、うんうん、そうですね、うん、逆にアウトから、シュート回転のボールをもう、意図的に意識的に打つように、うんうん、すること、はい、うん、体の向きが、まあ、向こう肩が向こう側向いてるんで、まあ、当然こうアウトからインに入る。でこれがインからアウトだと、とインからアウトに行きやすいよ、はい、でそういう使い分けでここで入れるのか、ここからこう入れるのか、うん、で打つのかで、まあ、これは戦術的な体の使い方になるんだけど、はい、うん、そういう使い方をします。で最初、まあ、それがちょっと感覚がつかめない、ファーストステップとしてはもう肩の位置最初から開いてアウトからインに入りやすくするのか、うん、インからアウトに入りやすくする、はい、それができるようになったら巻いてくるボールは入れる、アウトからインの場合はもう最初から開いてしまう、うん、でさらに上、戦術的に使うならばインサイドアウト、インサイドアウトと見せかけてアウトサイドインを使ったり、うん、はい、うん、そういう使い方です。なるほど。だから体の向きに合わせてスイングをする。だからスイング自体は変わってないです。お、うん、スイング自体はこういうふうにやって、こういうふうにやって、なるほど、うん、はい、なるほど。じゃあもう体の、そうですね、そうするとミスが少なくなりますよね。少なくない、うんうん、肩が入った状態でインサイドアウトにするのか、それだともうインからアウトに打ちやすいよね。そうですね。でちょっと開いたこの状態からで振ってしまえば同じようにアウトからインと、はい、そう、もう肩のそのままの位置、向きに対して振ってる感じで、うんうんうん、まあ、特別なこの手での操作とかをしないってことですね、もうね、うん、まあ、最初はしなくていいと思います。で、うん、これが感覚を、体の感覚をつかんできたら、少しここで最後の最後にインからアウトにしたり、最後の最後にアウトからインにしたりとか、そういう使い方をするけど、それはベースにはならないよね、うん、もう戦術的に使うぐらい、はい、うん、皆さんが最初内訳するっていう場合には、うん、もう本当最初から肩入れるか入れないかで、こう打ち分けを選択してみると、うん、はい、うん、で次のステップぐらいまではできるようにしといた方がいいと思います、うん、肩を入れて肩の方向に打つのか、肩を入れてアウトからインに打つときは少し開くの早くして肩の、なるほど、ここぐらいまでは必要かな、飛球方向読まれないために、なるほど、うん、そうするとわからないところですね、相手は、うん、わざと開いてます今。
それがジョコだよね。低くても開いて逆クロス浅いとこ行くってね、はい、うん、だそれが怖いんだよね、打たれると。あら、いいんじゃないですか。でももう明確にここで分けてしまった方が打ちやすいですね、うん、はい、以上になります。今日は2つの逆クロスのテーマとなります。はい、はい、もう明確に腰より高いボール、はい、腰より低いボールで打ち分ける、うん、はい、で1つは腰より高い場合には刺さるボールを打っていく、はい、サイドスピンのラッツショットですよね、うん、はい、で腰より低い場合には巻いてくるトップスピン、うん、の打ち分け、はい、でしかもそれは上だからって言って打ちに行くわけでもなく、うん、同じような打ち方、同じようなテンションで行くと、同じテンションで入る、入ることが大切です、うん、はい、うん、打ち分けはこの最初は体の開き方、うん、この肩の入り方ですかね、肩のこの向きね、向き、うん、この向きで最初はやっていただいて、はい、で次はもう少し肩入れても逃げるボールを打てるようにっていう風な、はい、肩を入れても打つときに開いてそっち側に向かっていく、うん、クロスに行くときは開かないでそのまま持っていくとか、うん、まあ、駆け引きにも なるんだけど、うん、これは、うん、ぐらいまではできた方がいいです、うん、はい、この2つの逆クロスきちんと明確に分けてると使えそうですね、うんうん、あの言葉通り明確に分けていいと思います、うん、はい、テニスって結構いろんな自由が効いちゃって、うん、同じ球が二度と来ないなんて言われるけど、同じような球は来るから、でここから上ここから下って最初は決めて、まずは迷いをなくすこと、うん、これもすごい重要な要素だと思います。ミスをしないために、はい、うん、それを使えるように、でそれができてから低いボールでも打ってみたりとか、はい、高いボールでも当然スピンをかけてみたりとか、うん、まあ、してみてもいいかと思います、はいはい、でこれがねやはりトップの選手になるともう内側に向いてんのに逆クロスに行かれたりとかね、ラットに見せて最後ここのリストで巻いてきたりとかするんだよね。だから逆クロスだけじゃなくインサイドインで打たれたりとか、うん、だからそういうごまかし合いで、ぜひ試合を楽しんでください。もしこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。